はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作憎い安畜生その第6回第3編歌の終わり第2章長い不摂生な生活の上に泥酔している体はどう抗うこともできずそのまま担がれるように宿の外へ突き出される途端一人の襟へ手がかかったから消せ羽越しに投げるやりやがったな畳んじまえつかみかかる一人の横っ面へ力任せの一剣足を返して一人を蹴倒したが後ろからダッと体当たりを食らって飲める雨水に踏み返したぬかるみの中へ転倒した生かしておくな蹴殺してしまえわめきながら殴る蹴るだった降りしきる雨の中宿の軒下に忍んでいたお染めが振り返ってうなずくと一人の武士が争いの場所へ駆けつけていったこれで終わったお染めがつぶやくと軒下の暗がりから喜三郎という男がすっと出てきた芝居はもう終わったわ兄さんお染めは振り返っていったお前を亭主だなんて嘘にしても亡くなったおっかさんに恥ずかしい勘弁しておくんなさいねそんなことはどうでもいいそれより俺は悔しくてならねえお前のこんな実意が新村さんには一生知れずにいるかと思うとそれは言わない約束ですよ兄さん知られたらせっかくの苦労が水の泡になってしまいます永田様もきっと黙っていてくださるでしょう。女の心ってこんなものなんです。一年たった。初秋のよく晴れた昼下がり。ゼゼの城下、新屋敷にある藩の剣術道場は、絶叫と竹刀の音と床板を踏み鳴らす響きで、往来の人足を止めていた。大師範として中央に稽古をつけているのは新村半四郎である。もう一年前の裏ぶらた姿はない。面をつけていない顔は見違えるような血色で額に滲んでいる汗も健康そのものだ。さっきから七八人稽古をつけているがまだ一本も体へ竹刀を当てさせない。どうです、鮮やかなもんですね。世間の噂によると2年の間女の後を追い回していたなんていうが全く噂なんてわからねえものだ。あれは本当に武者修行をしてきなすったに違いありませんぜ。武者修行とは大時代だね。武術修行と言ってもらえて。お、また一本。武者窓へたかってわけも知らず勝手な評判をしている人々の後ろへ3歳ほどの子を抱いた旅の女がそっと近寄ってきた。鼻緒を編んだ編み傘で顔は見えないが今しがた大通りを通り過ぎた旅役者の一座がある。女歌舞伎歌上右衛門一座という上り旗を立てていた。そのうちの一人とはすぐにわかるなりだった。女は連れてきた子を抱き上げると人群れから少し離れた窓へ近づいて道場の中をそっと覗き込んだ。坊や、よくごらん。向こうの真ん中にお面をかぶらないおじさんがいるだろう。うん。そら、今こっちへ向いてる人だよ。うん。あのおじさんのお顔をよく見ておき。どうしてなの？どうしてでも。坊も大きくなったら、あのおじさんのような立派な人になるんだから忘れないようによく見て覚えるんだよ。坊もお侍になるの？坊がいい子にしていればお侍にでも何にでもなれます。だからあのおじさんの顔を忘れないようにね。ああ、忘れないよ。子供は大きく目を見開きながら、あのおじさんは立派な人なんだね。
お立派だとも。今にゼゼの師範役にもおなりなさるんだもの。あれが坊の。父親だという言葉は胸で言って、女はそっと袖口を目へ押し当てた。立ってはいけない。門弟の一人が窓際へ来て手を振った。見せ物ではないぞ、通れ通れ。人々は窓を離れた。女も子供の手を引いて乾いた道を大津の方へと歩き出した。微風が来るたびに白い埃が舞い上がっては女の後ろ姿を包んだ。そうしてその埃の彼方へ小さく小さく二人は白い一筋の道を歩いて去っていった。半四郎はもう歌わないだろうか。憎い安畜生は主婦の帯。秋の日差しはしらじらとしていた。山本周五郎作、憎い安畜生。全文読み切り。書室講談雑誌昭和14年10月号より。朗読全6回完了。2020年11月28日。はい、ご視聴ありがとうございます。